ンポン。なあだ、なんで葵は前髪ずっと伸ばしっぱなしなんや。だって顔出すの恥ずかしいし。え、可愛いのにもったいないな。私はお姉ちゃんみたいに堂々とできないし、人前苦手だし、友達いないし、引きこもりのオタクだし、可愛くないし、ネガティブ。いやいや、うちら双子やろ。うちが可愛いんやから葵も可愛いに決まっとるやん。いや、そもそもお姉ちゃんが可愛いかって言われるとそこまで。なあ、そこまで、そこまで、そこまで。うち超絶可愛いんやろうな。可愛いと思うよ、帰れ。お前とは話してないです。なんだかこの可愛い子ちゃんね。お前本当に不明な。茜が可愛いかどうかはどうでもいいんです。はあ、重要なのは私が世界一可愛いってことなんですよ。おい、なんやお前。じゃあ勝負するか。望むところですよ。お前ら喧嘩すんなよ。ついなちゃんもなんか言ってやりーな。可愛い女の子さあ、もう勝負ですね。なんか際立ててる。可愛い女の子はドジっ子天然で隙がある。演じて。遅刻遅刻やだ。靴と間違えてスリッパで出てきちゃった。ドジっ子やな。次。ああ遅刻遅刻やだ。髪留めとスリッパ間違えちゃった。おかしくね。そうだよね、メガネ忘れるのはやりすぎました。そこじゃねえわバカだれ。可愛い女の子は甘え上手。演じて。ねえねえ、容量買って。この容量買って。ねえ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 、子供か。趣味が早すぎる。次。ねえ、買ってほしいものがあるの。うんうん、どうしても欲しいの。ムシュラの仮面怖すぎるわバカ野郎。スリッパ増えてる。可愛い女の子は褒められた時の恥じらいが可愛い。演じて。ポン。茜ちゃんは可愛いな。それな。恥じらいを見せろや。次。ゆかりちゃんは可愛いな。それな。ムジュラの仮面買ってんじゃねえ。てかそれつけてると表情見えないから照れてるかわからないやろうが。ふふん。それでも可愛さが爆発しちゃうのが先生のすごい。使えない道具はただのゴミでしかない。この者の役目はもう終わった。なんかやってられてるっぽい。目覚ませ。あむ。ピタパ、スリッパ増えすぎ。おい、どうするんや。決着。こうなったら視聴者さんのコメントで白黒つけようじゃないですか。みんなコメントにゆかり先生可愛すぎですよ。おなしゃ。自分だけ宣伝すんのや。うちもや。可愛いって言って。なんでやんのか。お前らうるせえ。